はいどうもお疲れ様です。 TIE クラウンのルーでございます。というわけで今日もトップページのおすすめから来た方よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今日は武器を無反動で撃つ裏技が最近巷で流行っているということなんですが、俺は気づいてたよ。1年前に動画にしました。はい、フラットラインを無反動で撃つ方法っていう動画を上げたんですが、何かっていうとフラットラインね、こうわけわからんリコイルじゃないですか。はい、わけわかめで頑張ってリコイルコントロールすると、まああんまり安定はしないよねっていう、覚えるのも大変やし、ただリコイルコントロールしなくてもよくて、こう常にこうマウスで円を描くようにして打つと、はい、なぜか反応がなくなりますよっていうね、これ1年前に動画を上げたんですが、最近になって流行り出してるみたいですね。で最近はフラットラインというよりディボーションでこう使うと結構効果的やということですね。ディボーションね、1年前から多分反応とか増えてるよね。はい、だいぶ難しくなっててリコイルコントロール、まあ、せえへんかった、こんな感じですわ。はい、で俺が頑張って究極のリコイルコントロールすると、まあ、それでもしんどい、それでもしんどいわな。うん、もうちょっと頑張ってみようか。まあ無理やわ無理やね、無理やけど、こうディボーションで小刻みに円を描くと、はい、まあだいぶ安定するよね。400いったよね。もう一回やってみようか。はい、528ということで無反動になるんですよね。これが今になってなんか海外とかでも流行ってるみたいですが、俺は1年前から気づいてたよということで、まあちょっとディボーションでね、無反動打ちやってみましょうか。はい、じゃあ早速いきましょう。ディボーションって24倍とかつけれる？そもそもつけれんかったら意味ないけど、ていうかモザンビークしか考えられないんでモザンビークでいきますけど、ブラックマーケット買ったよいきなりここのアイテム奪うわ大丈夫、ブレスレットいきなりっていきなりってブラマ叩いて奪うわ。なんかあれ欲しいね、カプセル。知らん、これ奪えんじゃね。奪えるかな。全部奪った、全部奪った、全部奪う俺が。あ、フェニックス取っちゃった。全部待ってちょうだい待っていいありがとう。よし、いくぞマジモザンビーク強すぎと思わへんこれ。あ、一人のやつやるでしょこれ。それ40ガットしてる、一人のやつ。割れてる割れてる、ここ絶対やれる。負けたらアインストール、負けたらアインストールね、それ。え、そっちか、こっち来た、あいつら。あと一人、あと一人、ラストワン、ラストワン。あ、強い。あ、そうか、そっちか。あ、これ強い結構。あ、最悪。ナイス、これ強いな。え、マックスこれ溜まっちゃってないの？タボチャないやん、これ、このゲーム。タボチャつかんとか、マジ強すぎるから。いきます。こっからが、本番や。本番やな。いくぞー。うまいんだよな、ウィングマン。うまいね。ウィングマン上がってる。116、だいぶ見削った、一人。フェニキ入れるよ。ドローンガンガン。あ、ドローン今いらんわ。俺フェニキ使うから。ジョン、キンバックはね、必須やから、あと。はい。ライフライン。当たるのか？任せろ。あ、強い！だいぶ削った、だいぶ削った。俺ぐらい体力。勝とうぜ、これ。あ、オッタン見るじゃねえもん。お、強え！プラハ172与えた。もうマジ見る勝ったわ。レース結構入れてない。待って入れます。ナイスキル。やった、オッケー。任せるマジでよ。任せる。オッケー。ああ、オッケーオッケー。ナイス。いや、これディボーション強いな。なんかアリーナモードさ、デストーテムで全員でディボースでぶち込むのが結構流行ってるらしいで。うんち。え、オクタンジャンパーとディボーション。オクタンかバルキリーウルト、ディボーション、ディボーション、ディボーションがなんか相当うざいらしい。あ、ここ上あんま強いないな、こっち。弱い。また教えてください。うわ、うまっ。
ゲームも甘いな。ドローン、ドローンちょうだい。こっち来ていいよ。ちょっと待って、俺死ねえわ。ナイス。右から、裏ハ。オッケー。一人上おるな、やばいな、これ。うわぁ、クゼコンか。バッテリーなくなりました。うわぁ、きつい。この隙間強くない？ナイス。何や、倒したかと思ったら、ただの獲物じゃないか。あ、レイス死にそう。買ったんちゃうか、これ。うぅ、セール一巻き、ナイス。勝てますね、これ。レース合ってる、レース前合ってる。レースやった、レースやった。詰めるか、これ。カプセル欲しいな。え、なあ、とんな。ごめん。鬼のようにしたぶれたわ、腰ダメ。殴ってもね、実は早く出撃ができへんねんな、これ。いや、それは分かります。気持ちは分かる。ローが強いな。コスパめっちゃいい、バッテリーもらえるの。いくわよ。俺一人向こうから撃っていい？奥から。ディボーションみたいな、ちょっと。ささかって。まあ任せろって、俺のディボーションすごいから、本当に。ポコ死ぬんじゃね？ダーク。あ。タッチ欲しい。え、強っ強っ強っ !150! え？いいね。任せろ、俺横から射線相当うざいと思うことで。左2だ。うん。あ、これアンチがよ、俺よく見たら。グレないっすよね。グレね、ここでこれ。グレはね、カットかなかった。オッケー。バッテリー4つあるよ、俺。あげれるよ。グレイスさん、回った。痛い痛い、ブラハイ、ブラハイ。ナイス。待ってまく。上と下、上と下。こいつ強くない？ディボ、ナイス。こいつ強いな、ウィングマン。化け物ねんけど。ソフトタッチだわ。あ、ソフトタッチ。柔らかい手触り。フェザータッチ。ナイス。ダメージ稼ぎたいからもうちょっと中身がせたいな。よいしょ。俺ヘイト買ってる今。実は。GNS 攻めてきたら積むかもしれない。リング逃げれる。あ、結構展開してきたわ、これ引くな俺。ブラハ一人だけ、ブラハ一人だけ。ブラハ55。大丈夫、こいつ見る、これ見る。やれる、こっち車線通らん。倒した倒した倒した、ブラハ倒した。通らん通らん。これ買っちゃうかもしれない、買っちゃうかもしれない俺。買っちゃう。救急か。あ、やっちゃった。ない、行っちゃいますか、これもう行っちゃいましょう。外したー。ナイルさん、悪くないっすね。キャップに拾ってもらった、マジで。ディボーションは必要です。このゲーム、このアリーナっすか。アリーナね、ディボーション流行ってるよ。だからコスパ的にモザンビークめっちゃ流行ってるよ。